こんにちは、こんにちは、大ちゃんです。久しぶりに今、ウブドにいます。なんかね、すごい、3ヶ月間ぶり、ウブドの方に行きます。あ、ウブドサンティです。グレンサンティ。アルマ美術館。アルマ美術館。で、ここのウブド通りですね。なんかね、この道だとさ、いつも、観光客がいっぱい歩いてる場所なんですけど、今のところはローカルの人しかいないんだよね。まあ誰も歩いてないんだけど、で皆さん、バリに来れない方はどうぞ、バリの雰囲気だけ、あ、外国人いますね。外国人はね、帰れない人たちなんですよね。帰国できない人たちがまだ残ってますけどね。ね、どうぞバリの雰囲気だけを見といてください。こんな感じなんですね。ドエちゃんもですね、ちょっと久しぶりだから、ここも3ヶ月間ぐらい全然行ってなくて、アイモンキーフォレストです。Daerah Ubud, daerah yang sangat-sangat ramai akan turis asing. Keadaannya saat ini sungguh benar-benar menyayat hati. Bagaimana kami yang hidup di sektor pariwisata, biasanya di sini untuk mencari pekerjaan itu sangat-sangat gampang, dari ya restoran, hotel, warung, guide dan segala macam. Untuk saat ini, ya Anda bisa saksikan sendiri, sama sekali tidak ada turis. Toko-toko pun pada tutup semua. Ya mau diapa lagi, karena kita di Bali hidup cuma dari sektor pariwisata aja. Jadi kalau turis nggak datang, ya mau gimana lagi. Ini tempat saya nongkrong biasanya. Ubud no sakkajou desu ga. Ya ho,本当に人がいないもんね、かわいそう。いや本当にね、涙出るぐらいかわいそうなんですよ。向こうの方がデビシタ通り、ハノマン通り、ここがウブドの、ウブド王宮の手前ですね。全然観光客がいない、ゼロですね。ここがウブドウ市場です。
普段はね、ここがすっごい渋滞する道なんですね。で、歩いている人も散策する人めちゃめちゃいっぱいいるんですけど、ウブドマーケットで、ここがウブド王宮、ウブドロイヤルパレスのトゥリス、すごい空いてます。いつもここに人がいっぱいいるのに、コロナの影響で全然。ここが市場です。もう閉まってる。かわいそう俺たち、かわいそう、バリとみんなかわいそう、世界中かわいそうですね。まあ観光業はいつになるまた戻れるんだろうな。元に戻りたいんだけど、まあずっとこんな状況だったら無理だろうな。はい、皆さんそんな感じでした、ウブドで。これから俺がちょっと金玉に方面の方に行くんですけど、まあずっと家にいるのが飽きちゃったんだから、まあお出かけしたいんだよね。で、皆さん今日も良い一日をお過ごしくださいませ。ドイちゃんでした。バリ島のリポートでした。なんちゃってリポートでした。じゃあねー。